全部欲しかったんだ。バイト先でレジ打ってたら、ガンダムやらワンピースやらドラゴンボールやらメタルギアやらの T シャツをニヤニヤしながらカゴいっぱいに持ってきた外国人のお客さん。すでにその人が着ている T シャツも、私ではよくわからないアニメか漫画のキャラ T シャツ。会計終わった時、本当に嬉しかったらしく、すごくありがとうございます、全部欲しかったものですと握手された。長身のかなりイケメンな白人さんだったんだけど、すげえ可愛く見えたな。それ知ってる。日本人の母を持つハーフの友人。小さい頃に両親が離婚してるので、お母さんの記憶があまりなく、日本語も忘れてたんだけど、日本にやってきて外で見かけた親子連れの母親が転んで怪我した子供に向かって、痛いの痛いの飛んでけーって言ってるのを聞いた時に、ぶわーっとお母さんの思い出が蘇ったんだって。それ知ってる、俺も小さい頃に言われたことあるって。その体験が強烈すぎて、今でも日本でお母さんの記憶を探し続けているそうな。